みほキュメンタリー。こんにちは、みほです。今日は家でリモート授業を受けています。いや、受けようとしています。イラストレーターの授業の 1,2,3,4 4限目まで受けようと決めていたんですけれども、何もしないまま14時ですね。これから授業を受けたいと思います。美味しいホットコーヒーを飲みながら1時間目を受けました。そしてちょっとお腹が空いたので、今日はオムレツではなくスクランブルエッグを作るつもりでいたんですけれども、欲が出てしまってオムレツを作ろうと思い、形を整え始めたら結局崩れたのでスクランブルエッグにしました。もともとスクランブルエッグを作るつもりだったので、まあいいです。そしてこちら、冷凍してあったキノコをオリーブオイルで炒めました。それをパンと一緒に食べようと思って盛り付け食べました。パンにはオリーブオイルをたっぷりつけて食べます。そして2時間目を受けようとしましたが、ちょっと集中力がなくなってきたので、シャキッとなるようにパックをしながら授業を受けました。でも2時間目の途中くらいで、自分で作った東京という歌の歌詞がパッとひらめいてきて、それを練り始めましたら授業どころじゃなくなって、結局夜になっても2時間目も終わっていない状態です。そうこうしているうちに夜ご飯の時間になって、今日は冷凍の餃子を焼きました。焼き具合がちょうどよくて、餃子を焼くコツが分かった気がします。こちらの餃子を食べてから授業の続きを受けたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。